株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。東京4ラウンドの2歳新馬戦ダート 1600m は3番人気ペイシャエス・オスコニシ、父エスポワールシティが快勝。これはデモ音声です。後逸位相から末足を伸ばし、直線は逃げ粘るアーサーテソーロとの叩き合い。株式会社 AI によるデモ音声です。ゴール手前で振り切って最後は1馬身半突き放した。これはデモ音声です。勝ちタイムは龍馬場で1分39秒9。株式会社 AI が提供するデモ音声です。騎乗した丸山は調教で素質は感じていたが、ここまで動けるとは。株式会社 AI によるデモ音声です。現状で浜田とも後足が緩いし、これからさらに良くなると思うと評価。これはデモ音声です。管理する小西氏、稽古ではやや走る気がなさそうな感じだったが、レースではいい競馬をしてくれた。これはデモ音声です。気の悪いところはないし、もう少し距離があっても良さそうと話した。